皆さんこんにちは。任天堂スイッチの総合プロデューサー小泉です。おかげさまで任天堂スイッチは世界中でたくさんのお客様に遊んでいただいています。皆様に心より感謝申し上げます。任天堂スイッチはテレビにつないで遊んだり、ジョイコンを外して誰かと一緒に遊んだり、そしてスイッチをドックアウトしていろんな場所に持ち出し、自由なスタイルで遊んだりと多彩な遊び方を実現しました。そんな任天堂スイッチですが、この秋に新しい仲間を迎えることにしました。携帯専用の任天堂スイッチライトです。任天堂スイッチライトは携帯専用ですので、小さく軽く持ち出して遊ぶのに最適です。前から見たところはこんな感じです。横からはこんな感じです。そして裏側です。任天堂スイッチライトは3色あります。イエロー、グレー、ターコイズです。それではこちらをどうぞ。いかがでしたか？任天堂スイッチに任天堂スイッチライトが仲間入りすることで、さらにいろんな場所に持って行ってプレイできそうですね。任天堂スイッチライトは任天堂スイッチとは違った特徴があります。ではご紹介していきましょう。はじめに、任天堂スイッチライトは携帯専用ですのでテレビにはつながりません。より持ち出しやすくするためにコントローラーは本体と体型にしました。方向ボタンは十字ボタンに変更しています。任天堂スイッチライトのコントローラーはジョイコンではありません。ですので、モーションIRカメラや HD 振動はついていません。ジョイコンだけで操作するゲームソフト、例えばワンツースイッチをプレイするには別途ジョイコンが必要になります。任天堂スイッチライトは
携帯モードでプレイできる全ての任天堂スイッチのゲームがプレイできます。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルやスーパーマリオオデッセイ、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド、マリオカート8デラックスなどなど、たくさんのゲームがあります。ゲームソフトのパッケージの裏面には携帯モード対応を示す表示があります。ここです。このように任天堂スイッチライトは任天堂スイッチとは異なるところがありますので、お求めの際には必ずこちらをご覧いただきお確かめください。任天堂スイッチの新しい仲間、任天堂スイッチライト、より持ち出しやすく携帯専用として登場します。皆様のお好みのプレイスタイルに合わせて任天堂スイッチの遊びの世界に新たに選ぶ楽しみが増えます。発売予定日はこの通りです。発売まではまだしばらくお時間がありますが、ぜひお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。